こんばんは。ピュッ。どうしたら見えるかな。カレンの位置。こんばんは。頭だけでもつけてみた。今日はありがとう、こちらこそ。ありがとう。そう、ベールつけてみた。どう、よくない？服もちょうど白かったし。今日はありがとうございました。ありがとう。できたー。ごめんごめんごめん。今日何人、今日何人夫ができたでしょうか。マジックみたい、マジックみたいですか。こんばんは。めっちゃ大きい。見て、ほら、もう全部。うるさいね。ごめんね。ゾンネさん、たい焼きありがとう。ドラガンさん、たい焼きありがとう。スケーモンさん、あら、ありがとう。プラザ48さん、たい焼きありがとう。深緑さん、かわいい、ありがとう。エイトさん、くまちゃん、ありがとう。くまくまくま。ニコニコマークさん、トートありがとう。コウジさん、たい焼きありがとう。トシさん、たい焼きありがとう。こんばんは。あ、求婚された。トシさん、結婚してありがとう。こんばんは。ドラガンさん、結婚してありがとう。醤油さん、たい焼きありがとう。リチャードさん、たい焼きありがとう。マピアノロッピーさん、たい焼きありがとう。竹まつるさん、結婚してありがとう。印象的なプロポーズ。プロポーズ？なんやろう。でもなんか照れながら言ってくれてる人たちとか、いろんなお洋服を揃えてくれてたりとか、うん、何でも嬉しかったっけ。プロポーズされたってより私がしてた。してたのかもしれない。桃が好き、桃が好き。前髪が、指輪がない。指輪ね、サイン書いてたらちょっと取れてたよね。洋服を揃えるは、そのタキシードっぽい服を着てくれてた。おめでとうございます。今日はいっぱい接客あなったのかもしれない。
女の子があるのかな、結婚してください、ネクタイ締める、あ、間に合わなかったか指輪がなくて取れたんだもん、今日お疲れ様、お疲れ様、来てよかった、よかった、握り天と揚げもみじいいね、美味しいね、それあ、見て隠れる、さくれみの術隠れてる指輪アルミホイルだったのそうなの、全然気がつかなかったよ、もうか結婚ソング、結婚ソングってじゃあ、ん、結婚あってたか、ソングなんだろう、マリレニューセキシ食べたらいいよしかしな ぐるぐるカーテン、お仕事休憩に入りました、サイマありがとう、お疲れ様、頑張ってね、お決まりのヤバティヤバティばっかり、疲労、乾杯の温度、あ、ぐるぐるカーテンわかるわ、ぐるぐるカーテン、リザカさんのね、結婚式に参列した人みたいになっちゃったけど、結婚するよねって言ってくれたけどもちろん、あ、全身メール今送ったよ、可愛いけど、うん、ぐるぐるもんじゃん、桃が好き、桃が好き、前に来る、うん、ふわ、今日はねめちゃ楽しかった、友達と交流して飲み中、いいじゃん、素敵なお嫁さんになれるかな、なりたいね、いつか、その中で秘密の話なんかさあるよね、高校の中でさ人と友達とかとコショ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 、うん、こんばんは、こんばんはこんばんは、透明マント、透明マント、今日はね、もう また結婚しよう人生集めえ、可愛かったよ、結婚しようなんて恐れ多くて好きだよねいやいやいや、俺の夢は完全にデーピン、テーピングみたいなテーピング桃ちゃんの結婚式は親族側のテーブル、なんでみんなそっちに行くの、私の隣にいないの、おかえりって言ってこられただけで幸せになる、おかえりいや今日は隣っていうか結婚しますって言ってくれる人もいれば、あの見送る親の気持ちやって言われて、もう言われた見送る親の気持ちになるとも言われました両方
もーちゃんの作ったご飯を食べる。そうだよ。料理係めっちゃどんどん。高知ではジュコンが許され、そう、今日特別にジュコンが許されてる。マスクなしにする。いいじゃんいいじゃん。ちょっと待った、ちょっと夢だよね。わかる、私もなんかちょっと待ったーって言いたいけど、漫画とかのにゃんこたちとめくり、え、めっちゃいたよね。可愛かった。こんばんは、こんばんは。新郎新婦入場で、そっち側なの。プロポーズか。でもプロポーズ本当ももがしてたからな。でも結婚してくださいって言われたら、あんま言われたことが結婚してくださいはないから。そう、前から嬉しかったね。何人のちょっと待ったを聞かない。ちょっと待った、ちょっと待った、ちょっと待った、ちょっと待った。そうなるってなったらすごい嬉しいけど。もちゃんって推しに弱い方、え、どうだと思う、どうだろう。結婚報告。いいじゃん、いろいろなパターンがあってすごい楽しかった。一日中なんかもういろんな人と、いろんな人と結婚しまして、すごい楽しかった。ちょっと待ったを言われて誰を選ぶかドキドキしてみよう。なんで恋愛番組みたいな。ブーケか、ブーケ確かにあったらいいよね。ブーケペン。何言った、確かに痛い、バラバラね。あさっての公園でプロポーズを待ってます。それなれる、立ってね。痛い、立ってねって。え、結婚式のさ、ブーケトスってさ、誰もキャッチできずに下に落ちちゃうことあるの？それはない。あるの？めっちゃ気まずい。え、そうだよね。気まずいよね。あ、あ、なるよね。見たことない？じゃあなるべく、なるべくさ、え、そうだ、キャッチミスで取ろうとしても取れなくて落ちちゃうことはありそうやけど。ポテって、ポテ
取りやすくなれないかんのにね。ロケトスやったことない、やったことないっていうか、その取ろうとしたことがない。1回しかね参加したことないし、あのお客さんとしておめでとうって UFO に1回しか参加したことがない。友人代表でスピーチ、めっちゃ緊張しそう。投げたこと、いや投げたことはないけど、当たり前にないよ、ないよ。普通に取ろうとしたこともないよ。お話しかありがとう。いとこの結婚式とかあればもしかしたらお客さんとして行くかもしれんけど、全身メール送った。どうどう、結構長くない？竹の長さ。結婚式の影響とか、うん、1回しかね参加したことないしね。しかもそれも小学校の4年生とか、同級生結婚し始めて、やっぱそうだよね。私もさ、そのさ、もうさ18歳だからさ、友達が結婚してもおかしくはないよね。まだないやろうけど、多分。生誕の工場と同じぐらい緊張するそうだよね。お疲れ様です。お疲れ様。ねむこちゃん早いかな、どうやろう。でもなんかねむこちゃんはとてもいいママになりそうな感じがする。ねむこちゃんの結婚式には絶対行きたい、いつか。自分の結婚式の時、普通は新婦なの、僕がなりました。僕が投げたの、靴がスニーカー。そうなの。代表スピーチで代表スピーチできるかな、誰かの。今日はありがとうございます。初めての話し会も縁が、今後もよろしく、よろしくね。成人式来たらすでにお母さんの同級生いたの。そうなの。ヒロの欲求で恋するフォーチュンクッキー、めっちゃいいじゃん。私もけ、友達の結婚式の欲求をやりたい。何やろうかな。その結婚式なんかをするっていう願望よりも、結婚式の欲求に出るっていう願望の方がめっちゃ高い友達のに参加したいっていう。美味しいもん食べられるしさ。あ、フラフープ？フラフープ？いいね、それは。で、どうしたの？予定のプレッシャー半端ないんや。あ、そうなんや。カメラ係、いいね。それはいいね。小さいからケーキの中から出る。即興歌謡ショー、何しようかな。姉ちゃんの先で、どうなんだろうね。姉ちゃんがまず結婚するか知らんなんかしそうにない気もするし勝手に言ってるけど。
チはもうかも、ちょっと震えるな。これの歌を歌わないよ。ちゃんとあの幸せみたいな曲歌うよ。こんばんは、こんばんは。スピーチ5分。5分長いね。乾杯の挨拶でシャンパンがこぼれそうな。いや最近乾杯の挨拶っていうか、なんか乾杯の温度をの言葉を覚えようってなぜか思ったんですよ。なんか TikTok でもう3歳ぐらいの男の子が乾杯の温度を撮ってるのを見たんですよ。でそんなになんかめっちゃ完璧に言えてて、なんか私は全然知らないんですね全然知らないから、あ、なんかできた方がいいのかな可愛かったよね、見た？そう、なんかめっちゃ練習しとったらしくてその年でできるんだって私も覚えなきゃってなぜか思っちゃったんですよ。すごい可愛い動画だったんですけど、でもね、もうね、わかんないもう何も覚えてない。ご指名いただきましたので乾杯の温度を取らさせていただきたいと思います。もうわかんないわかんない。離婚するんですかって他人事みたいな。そうだよ、そうだよ3歳って、いや違う、3歳でも覚えられるって。いやそう、3歳の子はすごいんですけど、私もう18歳だから、なんか私できなくていいのかなみたいな3歳の子がもうできるの、あ、硬かった。え、普通でいいの？ティッシュの指はなんか取れてた取れてた。あ、モカさん実質3歳。いや、モカその子3歳だったから実質2歳ぐらいかもしれない。原稿を家に忘れてその場で考えながらのしてすごいね。時々止まってますか？そう、ごめんね、止まっとったら。手洗ったら秒でそうなんですよ、そうなんですよ毎回取らなきゃいけないっていうティッシュの指輪、手洗うたびに。サイン会だってありがとう、ありがとう。あれティッシュ、あれティッシュなんよ。取れても10秒で先生できるよ。気づかなかった？そう、指輪持ってなさすぎてね、あのティッシュ結んで、でもサインを書いてたら指輪今日作った、向こうの会場で作ったんですけど、もうすぐに取れた時間が経ったら。ぽやってる、本当はちょっと。何個かつく？うん、1個だよ。
外してたのかなって思った。ダイソーに行って仕入れてきたの、ありがとう。ママから書いて、ママ薬指輪の指輪はなかなか持って、あ、そうなんだ。うん、あくび。指輪のサイズの6か7なはず。測り方超雑やったからな。今日ありがとう、こちらこそありがとう。幻さんありがとう。マピアノピーさんたい焼きありがとう。百之助さんたい焼きありがとう。マピアノピーさんたい焼きありがとう。みーさんたい焼きありがとう。ミミさん、クマちゃんありがとう。モンタさんたい焼きありがとう。ホジさんたい焼きありがとう。フクちゃんたい焼きありがとう。ダさんたい焼きありがとう。つぶつぶつらくるさんたい焼きありがとう。ジンさんたい焼きありがとう。コジさんハートありがとう。神戸のマッチさんたい焼きありがとう。エリちゃんたい焼きありがとう。ヨアヘイさん結婚してありがとう。アオさんたい焼きありがとう。ありがとう。本当の結婚式だともう疲れてぽやる。絶対そうだと思う。僕は注目されるとだってふわーってなる。今日もね、今日もぽやパー、あ、取れそうになった。バーとかしたらプロポーズは何の意味なの、私。そういうこと、なんか考えたこともないな。どうやろうか。なんか私そんなロマンティックな感じで渡してもらったらなんか逆に恥ずかしいから、なんだろう、何がいいやろうかね。なんでもいいかもしれない。大阪リアルで言います。お、待ってます。注目しちゃう、ロマンティックが、そんな恥ずかしいじゃん。ぽやもんちゃん。顔面パンの中に指輪があるプロポーズ。やだよ。やだよ。今日の1回目は寝起きだったから私はぽやぽやしてます。あ、そうだったの？ぽやぽや。結婚式の姿綺麗なんだ。ありがとう。でもまだね、まだ似合う女じゃないかな。なんか大人の女性になりたいね。あの、いつか。今は別にゆっくりでいいと思ってるけど。こんばんは、こんばんは。ウェディング着てるメンバーはマイハさんが着とって、で前回のお話し会のアンピが着とって、でアズミもあのまだ研究生だからコスプレはできんけど、あの私服がウェディングっぽいやつって書いてたからかな、ぐらいかな。そう、巻き髪にして大人っぽくしたよ。フラッシュモブでプロポーズとか、出る方したい、フラッシュモブに。そうそう、6月やけんさ、
指輪ケーキ入れてプレゼントしても気づかず食べた絶対食べるもん。こっちのありがとう。サヤカリのプラメもちゃんとツーショット撮れちゃって嬉しい。そう、今日さあの花嫁の衣装が結構お母さんがな直してくれてたんですけど、サイズをちょっと深いところがあったんですよ今日のお洋服。そう、これサイカリンと関係ある話なんですけど、そう深いところがあって、なんかマネージャーさんが裁縫セットを持ってて私縫ってたんですよ。ちょっと深いからなんかそんなうまくはできないけど応急処置として、そうちょっと止めてたんですけど、そうももがですよで、せいかりもちょっとそういうところがあったらしくて、そうそれで私の裁縫セットがあるところにサイカリも一緒に来て、二人で一緒にこうやってやって、そう二人でこうやって縫って直してから一緒に写真を撮りに行って、うん詰めて、うん一緒にやりました。その一緒にお互いに自分のやつをやったんですけど、その姿が見て、そうそれをやってから一緒に写真を撮りに行って、それでツーショットを撮るっていう。で前回のゴスロリの時も一緒に撮ったんよ、サイカリンと。でサイカリンと一緒に撮った写真があるので、またそれを送ろうと思ってるんですけど、もう着たまま直してたからさ、ちょっとチクチク刺してたそのままこうやってやれたらいいんだけど、こうやって頑張ってたから、着たまま直して縫ってたもん。器用だね。全然もう本当に応急処置で、おーちゃんのマネージャーさん、ジム、そう、おーちゃんたちというかマネージャーさんがめっちゃ裁縫得意らしくて、そう裁縫得意らしくて、教えてもらったよね、どうしたらいいか聞いて、こうしたらいいっていうのを聞いてそれをやりました。今日アンピーとおもちゃの話した。そうなの？どんな話だろう。そう。なんかお裁縫すごい得意ってわけじゃないけど、なんか縫うのは楽しかったので、個人的にちょっともうちょっと頑張りたいなって思った。自分でやるのが好き。そうするよ。玉結びジリオやってたよね。私さ、玉止めできるのに玉結びのやり方今日忘れてた。あれと思って、どうやったっけと思って、でもなぜか玉止めだけはすごい覚えてるのよ。なんでだろうね。学校の家庭科は無駄じゃない。無駄じゃないよ、本気しないと得意です。お、いいね。家庭科は調理得意だ。どうやったかな。あ、でもなんか得意かって言われたら分かんないですけど、魚の処理をなんか苦手っていう女の子多くて、私がやってた。魚のね、あ、ミシンは苦手。本当にミシンは怖いんよ。なんかもう
手を縫いそうで怖くて怖くて誰かが横にいないと縫えなかった。ミシンはちょっとね実は苦手というか怖いが勝ってしまうんですよ。その頃からさばいてたな。え、でもね、どうやったらさばいてたかな。でもそうそうそう、ちゃんとミシン使えるのすごいね。カエルの解剖、え、そんなんやるの。私あのもうあの食べられる用のイカを解剖したことはあった、解剖っていうか仕組みを見たことあったんですけど、カエルはない。やったことないよ、それは。それは苦手だよ。あ、カエル食べないの分かってるよ。フナ、私何やったかな、イカ、うん、家庭科ではない、分かる、理科の授業のあれだよね。実験じゃない、なんだろう、観察。生き物扱い、そう、あんまり使ってイカ食べる気もマジ、え、でもなんかでやったかな。そう、ももの実体はあんまりやってないね、と思う。クラスでも背低い方だった。この前イカをさばいてみたいなやつ、イカじゃなかったかな、何だったかな。やってないのかな、忘れちゃったよ。でもやってないかも。家庭科でやったのは普通にお魚の料理みたいな、卵料理とか当時食べられなかった。そうなのか。技術はなんか何作ったかな、なんか本立て、本とかいろいろ物を入れれるやつを木で作ったんですよ、技術の時間に。でも私めっちゃ技術苦手なのね、手に力がなくて、だからいつもねできなかった、めっちゃ苦手だった、力弱すぎてね木が切れないんですよ。初めての話かありがとう、めっちゃ楽しかった、よかった。SC の背の順で並んだ一番前ではないかな、前の方ではあるけど。さかなちゃん企画やりたいよね。あずみんが出たいって言ってくれました、さかなちゃん企画。なんかね、あのサーヤンのさ、あの動物のサヤゴロウ、すごい出たいっていうメンバー多いらしいんですよ。なんかよく言われるって言ってて、でもさかなちゃんに出たいって言ってくれてるメンバーがいなくて、でもそれは多分動物がみんな動物人気だけど魚はちょっとあんま人気がなかったらしくて、それでうえーってなってたけど、あずみんが言ってくれたからなんか捌く動画見るらしくて、やったーって思いました。あー、よかったよかった。で、私もねさやごろ出たいんですよ。だからまあちょっとね、釣りはだいたい暑かったりとか、さばくのがそのやっぱ内臓とかを取るのが苦手な子もいたりとか、あのまず魚の餌が苦手な子とか、そもそも魚があまり好きではない子とか、結構いろいろあると思う、釣りに関しては。苦手な子は苦手だからね。そう、思うんですけど、そうね、潮干狩りとか参加し、そう、5回そうが結構触るのが苦手とかあると思うからさ、まあ、それは私が全然つけるんですけど。やけんね、さかなちゃん出たいメンバー募集してます、いつでも。本当にメンバーちゃん
言ってきてください。待ってます。磯目大丈夫だよ、もう。一星めちゃくちゃ高い。ほんと？餌のハードル高いよね。黒田言ってた、すごっ。3期生、どうなんだろうね。なんかでも最近お魚派よりもお肉派の方が多いっていうのを知って、そう、私もお肉好きなんですけど、釣りをたくさんのメンバーでするの、うん、楽しいと思う。こんばんは、こんばんは。またね、誰か出演してくれると信じて。エビでたいやつ、確かに言うね、エビでたい。テーマはラブソングで、あずみとペアで踊る。お、よかった、ありがとう。そう、一緒に踊ってる。お肉派なのか、カルビ丼。肉と魚はバランスよく、え、でもそう、バランスよくね撮ってるよ、結構。そうだよ、マイケルさんとか、あとユナユナとかかな、お魚のイメージは。ももちゃんこんばんは。24日のお魚、あー、仕事が入っちゃったの、あら、まだ待ってるね。ももちゃん TikTok さあ、僕は TikTok 撮る機会がなくてね、撮りたいんですけど、また撮りましょう、撮りましょうというか、お魚美味しいよね。1位の人は高いお肉釣りの順位ね。お寿司、そう、みんな好きだね。また行くから、うん、またも来てね。柏島、ぜひぜひ。タイとか大きな魚ね、そう、船に乗ってね、いつか釣りたい。遊びないで、誰もが目を恨んでる、君は完璧で究極のいつもより声が高いですか。嘘、そうかね、かわいい。ちゃんと寿司しか、じゃお寿司作ったらいいよっつって。アイドル踊ってるね、みんな。がソロ公演、そうできるかね。おーちゃんがね、ハチマキして握ってくれる、いいね、やりたい、それ。でもお寿司握れるのかな、もうね、もう前のスペイでよかったね。さっての飛行行く、おお、待ってるよ。サンリオキャラクター大賞ペッコロちゃんは16位でした。おめでとう。そう、選抜入り、去年もと同じだけど、でも選抜入り、最近ペックが押されてるから大丈夫。ちょっとずつガチャガチャとかで見る機会も増えてきたし、
そう、シンガポール、そうだよね、国によるとピクル高かったりする。投票とか、なんかあのサンリオグッズ買って投票するやつもちょこちょこやったんですけど、ペックルってなんか優しいおっとりした感じの動きが可愛い子、お尻が可愛い。私の推しメンは20倍です。おめでとう、20倍も高いよ。いつかね10位とかに入ってほしいですね。釣って握ってファンに振る舞うお寿司屋イベント、いいね。めちゃどうしよう、ご飯がなんかいびつな形になっちゃった。パートナー部門でハッピーダンブ1位、おめでとう。ハッピーダンブ1最強だよ最強だよ。ほぼ毎日投票したんだけどね、なかなかね厳しい世界だ。でもハッピーダン V はみんなほんと高くてよかったねって思った。抽選じゃなくて応募全員当たってもたまにはって思う。そうかも、そう思ってるよ。抽選もいいけどね。かわいい花嫁さん、コジさん、たい焼きありがとう。メガバイトちゃん、ハートありがとう。神戸のまちさん、ありがとうありがとう。ドラガンさん、たい焼きありがとう。高尾ゴンヤンちゃん、たい焼きありがとう。 NRO ツツさん、ありがとう。ミキシバさん、たい焼きありがとう。ケイスティンさん、たい焼きありがとう。シイタケさん、たい焼きありがとう。マサタカさん、たい焼きありがとう。マルトモちゃん、たい焼きありがとう。大阪のヒロシダヨさん、たい焼きありがとう。ミサムさん、たい焼きありがとう。結婚してもありがとう。投票の会場ね、そう、配信とかもあったやん。結婚式の衣替えするのは何色のドレス、考えたことないよ。どうしよう、何色が似合うかなあ。薄ピンクですかね、どうだろうか。自分が結婚するなんて想像したことないからね。何がいいんかね。よよよのよさん、たやきありがとう。としさん、たやきありがとう。なえしないもんさん、たやきありがとう。てるさん、たやきありがとう。ワインレッド、おお、大人だね、ワイン。はい、キューさん、お母さんと言って、絶対驚くよ。変な子だよ、もう。急にお母さんって言って。情熱の赤、お、大人な女性だね、それは。最後はピンピンクに1票。緑も可愛いよね。でも考えたことないな、ほんと。薄い黄緑も可愛いよね。
あらの。でも水色とかも可愛いなって思う、すごい。となんか透明感みたいな。エメラルドグリーン。バックもいいかも。全然考えてないよ。何回も衣替えする人。え、そうなんだ。モーカは着るの何回もやるのやだな。めんどくちゃいな。ビーコマチにおもちゃが。ビーコマチ、ふふ。家が空いたね。そうなんです。いっぱい着なきゃいけないもん。普通は逆だよね。女の人の方がこういっぱい服着たいっていうはずなのに、そんないいよっていっぱい言ってる時点でさ、逆だよね。オイル直し大変なのよ。オイル直しやるときお金がそうやるかかるから、男性側はもういいじゃんってなると思う。本当は絶対女性の方がいっぱい着たい着たいって言うはずなのに、ももは着るのがめんどくしい。アイドル活動たくさん衣装そう着てるから、もうお世直ししたことはないけど、なんかあの生写真とかで着物を着させてもらったり、あのウェディングドレスをこの間の生写真で着させてもらったんですけど、着るのがすごい大変というか、まあ、やってはもらうから思うか立ってるだけかもしれないけど、結構あの大変だなって思って、一番好きな衣装スティーブのやつかな。スティーブだったら青花が好きだよ。一回で、いやーそうね、なんちょっとでいいかな。全くないわあれやけど。花嫁衣装の時足の踏み場なかった。みんながウェディングドレス着てて、結構本当の本物だったから、後ろも長くて、なんかマネージャーさんが持って、後ろあの生写真のやつこうやって。すごい歩きづらかったです。あ、こんなにそのウェディングドレスって大変なんだなって思いました。そう本物なのよ。そう初めて、人生で初めて、あの今月の生写真のウェディングドレスが初めてだったんですよ、私の人生の中で。だから人生の中でとか早い方ですよね、まあ、まああの撮影用にね来て、そうそうそう、でもすごい、あこんなにも大変なんだって思って、重くてみたいな、すごい、でも嬉しかったけど、子供に持ってもかわいいよね、後ろでこうやってこうやってかわいすぎる。STU の新衣装って、あのタンポポ衣装見て、なんかね今のところは何も呼ばれてないね。普通に制服ってみんな呼んでるから、なんやろうか今回。生写真買ってみようかな。今回レアよね、そのもうウェディングドレス着ることあんまりないから、今回の生写真はレアではあるよね。ウェディングドレスを何回も着る人は少ないから。そう考えたらさ、アイドルになってさ着物を多く着れたりとか、すごいなんか貴重な経験をいっぱいさせてもらってるなと思う。
クロスダ制服、え、でもぽいぽいぽい、そう、モノクチェック柄、モノクロチェック、何なんだろうね、あれは。タンポポはもうすぐ言ってたけど、浴衣も着てるね。今回のウェディングドレスの生写真注文しました。お、いいね、新衣装ね。なんかスタイルがすごいシュッて見えるし、なんかちょっと大人っぽい感じで可愛いですよね。あんなに可愛い服、そうだね、ほんといろんな服を着れる、着れるのは本当にアイドルのいいところ。ますます大人っぽい感じ、めちゃいい。そうだね、前回のタンポポは可愛いって感じで、今回はちょっとかっこいい、クールな。嫌なこともあるんだろうけど、いろんな経験できて、そう、経験もできて、そう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 、いいことも多い、本当に。水色リボンだけでストーチを表現できて可愛いよね。もちゃん小顔でスタイルいいから、どんな衣装も着こなせる。ありがとう、成長してる、そう。いや、だいぶぽやぽやして、あーしゃ成長見られるよね。なんかさ、一番最初のめっちゃ幼いし、2回目もなんかちょっとは大人になったけど幼いし、で3回目のあーしゃはちょっとなんかもうちょっとマシにな、マシっていうか、その成長度が増してきたかなみたいな、で今回もまたもうちょっと成長したかなみたいな。そんな感じ、あーしゃ。ほやもも。でもそう。これでも寝ようかな。これおくるみにして。今は多分もうあとね、あとね、あの2分ぐらい目つぶってたら寝てそう。次の朝は20歳前、そうだね、もう半分。そう、実はさっきからちょっと半分寝てるん。ご飯食べたよ、弁当食べました。じゃあ50分になったら読もうかな。危ない、絶対目を今つぶったらダメな気がする。ウィーディングドレス着て目をつぶったら誓いのなんちゃう。あー、誓いのチューしちゃうことになる。もう寝てるだけなのに。やばいやばい、寝てるだけなのに。そういうサービスタイプじゃない。眠たい、ちょっと眠たかった。誓いの中配信とかだと目つぶれなくなっちゃうじゃん。みんな今拾えてるの触覚かと思ってかわいい。この姿で
そうだよ、気づいたら、気づいたらさ、なんか誓い立てられ誓われてる。カメラに誓いのキスできた方面いないよ。こっち向いて目つぶってもらう、やだよ。あ、取れた。もうこうしてこうして顔隠そうかな。一緒に入った。一緒に入った。カーテンの中で一緒に入ってるみたいになってる今。これでやろう。トシさん、パン焼きありがとう。結婚してもありがとう。大久保さん、たい焼きありがとう。てるさん、たい焼きありがとう。こじさん、ハートありがとう。メガマイトちゃん、かわいい、ありがとう。ハチウエストビーさん、ハートありがとう。たかきさん、ハチありがとう。ゼータンさん、たい焼きありがとう。まるともちゃん、たい焼きありがとう。ぐんぐんぐんさん、たい焼きありがとう。ケイシティさん、かまぼっこじゃなかった。羊羹だったね、これは。羊羹ペンギン、ありがとう。百之助さん、たい焼きありがとう。てっちゃん、たい焼きありがとう。のぼろしさん、だるまありがとう。てるさん、たい焼きありがとう。しゅりにさん、たい焼きありがとう。みゆさん、たい焼きありがとう。隠れ弁当それで、目で開いて目つぶったら、ほんか、それな、こうやってやってさ。恥ずかしいよ。まあ隅っこ暮らし中とか。塩気のかぶり物は面白い。違うもん、塩気じゃないもん。かわいいベールだもん。食事髪が このベールをめくれるイベント並んでくれる、それ並んでくれるかい。こんばんは、こんばんは。指輪はティッシュでも、ね、指輪でティッシュ100個ね。なんでやってかな。大人気のイベントになる。ほんと？桃が好き、桃が好き。徹夜して、めくると寝てたりして起きてるもん。大久保さん、たい焼きありがとう。とっちゃんさん、たい焼きありがとう。あすならさん、たい焼きありがとう。
イベントもやるし、そう早くやるの。永遠の愛を誓いますか。誓うよ。めくったら別人手欲しい。それはびっくりするみんな。びっくりって。オンラインの申し込み今はやってないかな。シュールなイベント、それはそう。結婚式してた。もう結婚式今日したよ。ファンのみんなとも。そろそろ読もうかな。今日はこんな眠そうだけどちょっとダンスを覚える。ダンスを覚えてお風呂に入って明日お仕事頑張る。だからみんなも頑張ってね。これからだよ。ごめんね眠そうで。ツーショット誓いのキスにすればいいか。やだ恥ずかしい。すぐに寝ない。大丈夫よ、ちょっと見るだけだから。あとは CA さんと、そう浴衣もあるからお楽しみに。明後日行けるように。明日頑張ります。頑張れ、無理しないよ。ありがとう。そっか今日日曜日か。今日もありがとう、ありがとう。明日から大変だと思うけど頑張ろうね。話し会モチベーション、おーそんな、よかった。明日仕事やん。長い時間、めっちゃ長い時間ってわけじゃないけど、明日月曜日じゃ。私も今気づきました、明日が月曜日のこと。今気づいた。四国公演楽しみで、うん、もうかも。四国公演の練習もね、もっと明日しよう。この間レッスンもしたから。ツアーの登録も出るんだ。あ、そうなんだ。まだ現実。大丈夫。今日は結婚できたから明日から頑張るぞ。頑張れる。そうだね。月曜日から落ち込まないで。もうかツアー全会場います。今日が夢のようなダウンタウン25日の花で、お待ってます。みんなありがとう。朝ツイートで元気もらってる、よかった。それはよかった。私が起きれる限り頑張りますね。起きれてなかったらちょっと刺して、さしてもらって。妊娠は駆け込んできました。チャイナウェディング写真、そう撮れたからいっぱい載せていくよ。刺します。でもできるだけ頑張るね。では読もうかね。みんなツアー当たりますよね。ほんとよ、ツアー当たりますように。会いたいから。ミミさん、クマちゃんありがとう。てるさん、たい焼きありがとう。おじさん、たい焼きありがとう。とっちゃんさん、たい焼きありがとう。大熊さん、クマありがとう。あすなろさん、たい焼きありがとう。10歳の神戸の松さんありがとう。12のドラゴンさんありがとう。今日は素敵な花嫁さんと過ごして幸せだって思うかもだよ、ありがとう。11歳の福ちゃんありがとう。今日は素敵な花嫁に
出会えてゆきひでした。もうずっとフル参戦ありがとう、楽しかったよ。次のメガバイトちゃんありがとう。お風呂かメガバイトおすすめしてます。じゃあご飯にする本日2回目、ありがとう。キーのターさんありがとう。リッセンって変態嫌いなん、やりすぎはダメだよ8位のジェイタンさんありがとう。花嫁ママが買いすぎて割れました、ありがとう。可愛いっていっぱい言ってくれて嬉しかったです、ありがとう。7位のマピョンオッピーさんありがとう。花嫁姿世界一最高、これからもよろしく、ありがとう。めっちゃ良かったよ化粧も、ありがとう。6位のミンさんありがとう。たくさん話して楽しかった、コーチの話を次回、めっちゃ楽しみにしてる。何食べたとか教えてね。あ、変わった読もう、うん、最初から読むね。10歳の福ちゃんありがとう。12のドラゴンさんありがとう。11のメガバイトちゃんありがとう。10位のタンさんありがとう。9位のゼタンさんありがとう。8位のピアノのピさんありがとう。7位のミンさんありがとう。6位の大熊さんありがとうございます、ありがとう。5位のゴン、ももちんの披露宴に成長したい、面白そう見てみたい、ありがとう。よいな、ケイスティンさんありがとう。大阪で結婚しような、今日言えんかった、結婚しようなありがとう。3位のトシさんありがとう。キモモ倒し、昨日からももかが可愛すぎて結婚して、なんかめっちゃ言ってくれるじゃん最近、嬉しいしようなありがとう。2位のコウジさんありがとう。3位ありがとう、疲れ、花山ちゃん最高だよ、お、よかった、今日はたくさんありがとうねー1位のエイトさんありがとう、ありがとう、 Thank you。 ありがとうございました。朝から、そうだね、朝から夜まで本当一日中ももとありがとうございました、ももと言ってくれて、昨日も今日も本当ずっとまた明日からも頑張りましょう。バイバーイ、おやすみ、またまたね、また明日、おやすみ、バイバーイ、ありがとう、おやももだよ、おやもも、ありがとう。